はい、それでは3時少し、過ぎました。マウティックアップデート最新情報のセッションスタートいたします。まず最初に、ルースさんの、今日の、マウティックアップデートをお送りする前になんですけれども、アクイアジャパンの丸山さん、せっかく、お越しいただいてますので、せっかくなので、アクイアジャパンの、さんの最新情報を紹介してアップデートの方に行きたいと思います。それでは丸山さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私の方からはですね、約5分ほどですね、お時間を最初にいただきまして、ルースさんのビデオの前にですね、アイスブレイク的な形で、ちょっと情報をお届けしたいなと思っております。日本地域、いわゆる、アクイアジャパンの中でのですね、キャンペーンスタジオだったり、マウティック関連の、アップデート情報っていうのを、お届けします。まずですね、皆様、このマウティックカンファレンスをご覧の方は、マウティック自体はオープンソースのマーケティングオートメーションツールということはご存知かと思うんですが、キャンペーンスタジオというのは何なのかというお話をまず、解説をしてからですね、お話し進めたいと思うんですけれども、アクイアではですね、2019年に、マウティックのオープンソースを、のメインコントリビューターですね、として、活動をしていたマウティックインク社を買収をしまして、そこからですね、キャンペーンスタジオという名前に変えて、アクイアが、裏側は、マウティックのサーズ版ですね、っていうのが、キャンペーンスタジオとして、MA ツールを販売開始したという経緯がございます。ということでですね、簡単にですね、マウティックを SaaS として、アクイアがホスティングしている製品っていうのが、キャンペーンスタジオなんだなというふうに、まずですね、覚えていただければと思います。直近のアップデートの前にですね、その買収してから2020年までどんなアップデートがあったのかというのを簡単にお伝えしますと、まず買収したのがですね、確か2019年の5月でした。そのですね、半年後ですね、には、キャンペーンスタジオの東京リージョンに、ホスティングができるようになったというのを、発表しました。ということでですね、マウティックが、アクイアに買収された当時もですね、アクイアジャパン自体はもうすでに、日本法人として存在しておりましたので、マウティックが買収されてすぐにですね、日本での販売開始に、取り掛かり、少しずつですね、お客様が、増えていったというところで、日本でのですね、販売をですね、どんどんやっていきたいというような意気込みが、ここで感じられたというところです。そして、その翌年、2020年の11月に、MA ツールの認定資格、アクイア認定キャンペーンスタジオマーケティングプロというですね、認定資格が、まず本国でリリースされた後、それに追従するように日本語の試験を提供開始いたしました。記念すべきですね、最初のマウティックカンファレンス、が2020年に行われたんですけれども、それに合わせてですね、こちらをリリースし、この、もう、あれですね、2年前の、マウティックカンファレンスの、セッションでですね、この、MA ツールの認定資格についてお話をさせていただきました。そこからですね、2021年、何があったのかと言いますと、まずですね、ジェネロ株式会社が、米アクイア発表の、2020年パートナーアワーズにてマーケティングクラウドチャンピオンを受賞されましたというのが、まず一つ目のニュースになります。こちらはですね、まずジェネロ株式会社さん、今日もご登壇いただく秋山さんが所属する会社になりますけれども、これ何がすごいのかというとですね、グローバルで、メインが、ボストン、
ヘッドクォーターがありまして、ヨーロッパだったり、アジア、まあ、そして日本にアクエアというのは拠点を持っておりますが、そのグローバルの中でマーケティングクラウドチャンピオンというのはですね、1社しか、受賞できないんですけれども、そこにですね、日本の、パートナー様が受賞されたということで、これ非常にですね、日本での、キャンペーンスタジオの販売、そしてサポートのところに非常に尽力していただいているということが証明されたということになります。そしてお次、二つ目のアップデートは、ウェブ解析師協会と、先ほどのジェネロさんと協業して、MA2 基礎講座というのを、開設いたしました。こちらはですね、まあ、どのような講座なのかと言いますと、まあ、そもそも、MA ツールという、言葉はですね、このコロナ禍で非常に認知されたワードなのかもしれないんですが、実際にですね、まだ触ったことがない、これから取り組もうとしているという方は、まあ、非常に多いですよねという中で、この無料で使えるマウティックを題材に基本的な MA ツールの触り方を、覚えましょうというハンズオンをですね、こちら3ヶ月に一度、今でも実施をしております。まあ、次回の講座はですね、8月に予定しておりますので、ぜひぜひ、ウェブ解析師協会の、ドアキーパーの方ですね、まあ、チェックしていただけると最新情報を取得できるかと思います。そして最後のアップデートになります。こちらが直近のアップデートですね、2020年の3月に発行されたプレスリリース。こちらは、オムロン電子部品事業のサイトリニューアルにてキャンペーンスタジオをご採用いただいたということを、電通デジタル様とともにプレスリリースを、発行させていただきました。このですね、アクイアがですね、まあ、マウティックの名前からですね、変えて、キャンペーンスタジオという形で、販売を開始してからですね、日本でも、徐々に徐々に、ご採用というのを日本のお客様に対してさせていただいているんですけれども、プレスリリースとして出たというのがですね、まあ、こちらポイントになります。ということでですね、アップデート、簡単にまとめさせていただきました。まあ、引き続きですね、まあ、マウティック自体のアップデート、ルースさんから行っていただきますので、そちらぜひぜひ、ご覧くださいませ。ご視聴ありがとうございました。それでは上野さんにお返ししたいと思います。はいはい、すいません、すいません。聞こえますか？はい、聞こえます。はい、ありがとうございます。それではですね、今絶賛準備中なんですけれども、出来たてほやほやです。よかったです。今朝6時に、今コピー中です。今朝レイルースさんが、作っていただいたマウティックアップデートの資料を、マウティックアップデートの動画をですね、ちょっと54分のセッションだったんですけれども、35分に集約させていただいて、逐次翻訳として、お送りしたいと思いますが、ちょっとお待ちください。はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあ行きたいと思います。じゃあ、丸山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
Okay, hello everybody. Welcome. はい、皆さんどうもこんにちは。Welcome to Maltic Conference Global 2022. Great to have you joining us here. So I'm going to go ahead and get started. それではですね、世界中の皆さんどうも、来ていただいてありがとうございます。Maltic について、今年どういう、結果があったのか、そして今後のことについて紹介をします。まず最初に自己紹介をいたします。ルース・チーズリーと言います。マウティックのプロジェクトリードとしてアクイアでフルタイムで働いています。もしも何か質問があればですね、ぜひとも E メールしていただければと思います。ソーシャルメディアなど、このスライドは後でですね、シェアしますし、ツイッターなど、いろいろ、紹介します。このスライドも後で、共有いたします。もしもですね、何かこの、セッションに関して質問があれば、エアミーツご覧いただいている方は Q&A のタブなどで、紹介していただければと思います。最後の Q&A のセッションで、日本語トラックの場合は紹介をいたします。まず最初、イベントのスポンサー、感謝いたしたいと思います。この2社ルフェラーとドロップソリッド、この、スポンサーの皆さんがいらっしゃるのおかげでですね、このイベントが成り立っています。今回のマウティックカンファレンスで、ドロップソリッドさんなど、ブース出展されていますので、ぜひとも立ち寄っていただければと思います。あとマウティックコミュニティ自体のパートナーの皆さんにも、感謝を、したいと思います。これらの会社はですね、マウティックのコミュニティコーダー、マウティックコミュニティで、経済的にも、サポートしていただいています。人の提供とかもしていただいております。もしも、この下の、mou.tc/partners、 このページ、このリンクを言っていただければより紹介をしています。それではですね、今日参加していただいている方は、いろいろ新しく参加していただいている方もいらっしゃると思うので、この2021年の、過去の、紹介をしたいと思います。この2021年もすごく、たくさんマウティック、進歩したと思います。まずコントリビューター、貢献してくれた、人、そして会社、を、タグクラウドにしてみました。これらの人たちはですね、貢献、GitHub に加えてコミュニティの貢献度の大きさによって文字の大きさが変わっています。左側は、メンバーの人たち、右側は会社の人たちという方です。どうもありがとうございます。今年マウティックをより良いものにしてくれてありがとうございます。ではですね、各エリアにフォーカスをして、どういう進展があったのかっていうのを紹介をしたいと思います。6つのエリア、フォーカスしたエリアを、マウティックで決めていて、そのもちろんそのビジョンとしては、マウティックをより使いやすくなれるようにというビジョンもあります。まず最初は、機能や、フィーチャー、特徴、機能の向上についてです。この1年でですね、これぐらいの、たくさんの新しい機能、製品が、リリースされました。これリリースされた新機能のうちの一部なんですけれども、たくさんのマイナーリリースやメジャーリリースが あったんですけれども、これらの新機能は、もちろんコミュニティメンバーからの貢献もあったんですけれども、会社サポーターの方の、サポートもあったというのが素晴らしいと思います。皆さんどうも素晴らしいです。次はですね、使いやすさ、次のフォーカスは使いやすさとなります。まだこの使いやすさのエリアについてはまだ詳しく
スタートはしていないんですけれども、まず、UX のスタンダードを、設定しなければいけないというプロジェクトです。Mautic は使いやすく、そしていろいろなベストプラクティスにのっとった UI の、アクセシビリティなど、あると思います。UI UX のタイガーチームというのがありまして、それにメンバーを、募集してます。Slack の tt-ux_ui、Slack のチャンネル、もしも興味があれば参加していただければと思います。そして、3つ目は安定性。3つ目のフォーカスは安定性です。バグのないテストをきちっとする、そういった目的が、目的、ちょっとチャレンジングな内容です。今 50% のコードが、自動テスト化されています。ということは 50% はテストカバレッジがあるんですけれども、残りの 50% はまだテストのカバレッジが、自動テストのカバレッジがないです。もしも時間が終わりであればですね、オープンソースフライデーと、Mautic は決めていて、その金曜日に集まってですね、いろいろタスクをやってみませんかという日があります。開発者の人、会社とか、に聞いてですね、参加していただければと思います。そして最後はですね、インストール時に、プリフライトチェック、例えば PHP のバージョンであったとか、そういうのを、データベースのバージョンなど、インストール前に、バージョンチェックをする機能を追加したりとかしました。なのアップデートするときに、サポートしてないプラグインがあればアップデートをブロックするような、ということで、アップデート時に、Mautic が壊れないように、そういった機能も追加して安定性を追加するように、しました。なので、その一環としてマーケットプレイスの機能を使い、そのプラインがアップデートで対応しない場合はアップデートを止めるような機能も計画しています。そして次はサポートのフィールドです。コミュニティを運営している上で、ソフトウェアを運営している上で、サポートはすごく重要になってきます。サポートのアスペクトはすごく重要になっています。Mautic には素晴らしいボランティアの人たちがコミュニティメンバーとして参加していただきます。フォーラムがやっぱり一番いい場所です。検索をして、質問とかを、回答しています。もしも皆さんも、そのフォーラムの、回答など手伝っていただける、ではぜひともよろしくお願いします。あと、フォーラムには多言語のところもあります。ポルトガル語、日本語など、多言語にも対応しているので、ぜひともそれらのフォーラムに投稿をお願いします。そうしてもう一つ、今、エンドユーザー、デベロッパーのドキュメンテーションの、デザインを根本的に直しています。バージョンごとにドキュメントを分けたり、あと翻訳に対応するように今取り組んでいます。英語ができれば、トランシフェックスと呼ばれる、翻訳サービスを使って各言語に翻訳できるような、本化できるようにしています。参加者の人たちもすごく、エキサイティングなニュースだと反応していてもらっていますが、まず、11月12月、になればこれらを多言語化プロジェクトスタートする予定ですので、ぜひとも参加していただければと思います。これに関係するんですけれども、 Google の、サポートによってシーズンオブドックスというプロジェクトで、フェーバーシーズリーさんも6ヶ月、参加してドキュメントを、向上していくプロジェクトにも参加をしていただきます。また、デベロッパーチームとしても、バグ報告などのレスポンスタイムを向上したり、
もっと、開発者の方参加していただければバグのレスポンスタイムの、向上にも図れるかと思います。あと、マーケティングのチームがですね、いろいろブログ投稿で、マーケティングのストラテジー自体のサポートであるとか、そういうこともここ、やってみたいと思っています。マーケティングに興味ある人は、マーケティングの方はぜひとも協力していただければ協力をお願いします。そしてもう一つがスケーリングです。特に大きな会社、たくさんのコンタクトフォーム、500万600万ぐらいのコンタクトを持っている会社さん、実はマウティックそれぐらいの大きさになると、スピードの問題があったんですね。アクイアも、特に問題がありました。なぜアクイアはそれぐらいの大きな会社さんとの取引があるからです。今 そのたくさんの、努力によって今は700万、一つのインスタンスに対して700万のコンタクトを扱えるようになりました。そしてもう一つ、パフォーマンスの向上が図られました。例えばシンフォニーメーラーや PHP8 のバージョン8のサポートなど、詳しくはこの後でも紹介します。あと、もっとマウティックのコア本体をストリームラインするように、今度、この後に詳しく紹介をいたします。そして、次のより先のマウティックのアーキテクチャについて、デザインを考え直そうというプロジェクトが初期の段階ですが、長期にわたってのプランを今始めています。どうやってアプローチしていくか、それを今考えているところです。そして最後なんですけれども、最後一番大切なエリアとなります、コミュニティです。コミュニティはやはりオープンソースの一番の核となるところだと思います。コミュニティの実はですね、成長もすごく図られています。上がですね、コミュニティメンバーのグラフ、ちょっと見えづらいかも。下が、コントリビューションの、グラフとなります。両方とも右肩上がりになっています。新しいメンバーも増えているんですけれども、実は戻ってきてくれているメンバーさんもたくさんいらっしゃいます。あと、実際のオフラインのミーティングやスプリントでも人々が帰ってきているというのを、見ています。例えばですね、今年去年2021年はですね、3つのオフラインイベントをベルギーのハセルト、ベルギーのゲント、ハンガリーのブダペストなどで、コミュニティスプリント、マウティックカンファレンス、ヨーロッパマウティックデベロッパーデイズなど、開催をいたしました。ではですね、次、それが去年のアップデートなんですけど、今からどういうことを計画しているのか お伝えします。3つのエリアをカバーします。まずマウティック5の、新機能、アップデートのスケジュールなどを紹介します。そして、もっと先、マウティックその5のもっと先はどう計画しているか、そしてどう、マウティックをサポートしていただけるかというのを紹介します。タイムラインご覧ください。マウティック5はですね、9月、あと4ヶ月後にリリースを予定しています。すごくエキサイティングです。ただいっぱいやることはあります。コードのことだけではありません。テストやマーケティング、ドキュメンテーション、たくさん、総合的にですね、メジャーリリースは、たくさんのことをしなければいけません。まず最初の新機能について紹介します。マウティック5はシンフォニーバージョン5で、搭載を予定しています。シンフォニーのバージョン 5.4 が、今 LTS ロング長期間サポート、ついていて、それが2024年まで、ついているので時間があると思います。前回マウティック2からバージョン3に上げたときはですね、シンフォニー4から5で、ただもうアップデートでシンフォニー4はもう、
サポート切れギリギリという感じだったんですけれども、今回は余裕、少し余裕のあるアップデートとなりました。すでにシンフォニー6は出ているんですけれども、まだ LTS 長期間サポートのバージョンは出ていない、というのと、残念ながらそんなに、マーティックプロジェクトとしてリソースがないというのも残念ながらあるので、今回は、シンフォニー5、のサポートとに対応とします。おそらくこの次のメジャーリリースで、シンフォニー6のバージョン6のサポートはするようになると思います。ただですね、シンフォニー5の、いろいろプロジェクトは、進行中なんですけれども、ちょっと遅れてます。今ですね、もう基本的なインプリメンテーションは終わっています。ただレビューやテストが、ちょっと時間ちょっと遅れてます。GitHub にですね、テストしなければ1週とかあるので、ぜひとも参加していただければと思います。あとですね、一つ一番、時間がかかっているのは、このシンフォニー5になってから PHP のテンプレートから Twig のテンプレートに、コンバートしなければいけないというタスクがあり、ちょっとそれが、シンプルでちょっと時間のかかる、つまらないかもしれない仕事なんですけれども、しなければいけません。ですので、ぜひともぜひとも、ヘルプできる方がいらっしゃいましたらですね、例えば金曜日の週に1回 2,3 時間でもいいです。スラックの t-product ページなどにですね、来ていただいて、ヘルプをしていただければと思います。そして、Mautic 5はですね、 PHP のバージョン 8.1 をやっとサポートします。PHP のバージョン8のサポートをするというのは、すごくたくさんの、タスクが、必要でした。それはライブラリのディペンデンシーの問題もあったからです。なのですが、Mautic 5は、8.1、のサポートをします。Mautic 4、次は多分 4.4 か 4.3 点、マイナーリリース 4.3.5 になるかわからないんですけれども、それはですね、 PHP の 8.0 のサポート、しかしない、する、しない予定です。マイナーリリース、もちろんマイナーリリースに間に合えば 8.0 のサポートは 4.4 の前のパッチリリースで、取り込まれるかもしれません。これら、数ヶ月で、できる予定です。そしてこれが一番エキサイティングなことなんですけれども、シンフォニーはですね、 Swift メーラーを、停止、メンテを停止して、シンフォニーメーラーというライブラリーがありますが、それにスイッチすることにしました。これはですね、マーケットのターの皆さんにもすごくいい結果になると思います。なぜかっていうと、パフォーマンスの向上が、得られるからです。まず最初に、テストによるとですね、Mautic 4に比べて 3.5 倍も早くですね、メッセージを送れると思います。特に、時間に厳しいキャンペーンをしたい場合、いち早くデリバリーできると思います。そしてもう一つ、これら、メモリーも、使用量も少ないですし、容量、そして、プロセスもシングルプロセスではなく、例えば、テストしたときにはですね、32プロセスを同時に、立ち上げて、並行でプロセスをすることができたということがあります。あとこのシンフォニー、メーラーはですね、いろいろプロバイダーがあるので、他のサービスへの結合もすごく、簡単になりそうです。そして、Mautic 5.0 でしようと思っている、検討していることを紹介します。まず一つは、カレンダーバンドルを Mautic から取り除くかという問題、ことを考えています。あまり皆さん、使ってないし、パフォーマンスの問題もあるし、もしも、これに反対、賛成、あれば、ぜひともですね、このリンク、Mautic Remove Calendar の方で言ってください。あと、
管理画面からのインストール、アップグレードを、やめようかという話もあります。皆さん、アップデートされているかもしれません。ウェブインターフェース、管理画面から、ブラウザーからアップデートするとき、たくさんの人がアップデートに失敗をして、マウティックを壊してしまうということがあります。もうすでにですね、管理画面でのメッセージはですね、出して、コマンドラインでするようにと、言っているんですけれども、それらいろいろ、計画をしたいなと思っております。多分これ、このコマンドラインだけにするということによって安定性、アップデートの安定性を、測れると思ったりとかもしていますので、ぜひともですね、ご意見をいただければと思います。あと、ヘルプもお願いします。あと、レガシーの E メール、ランディングページビルダーを、取り除こうとは思っていますが、まだ GrapeJS、Mautic 4で新しく搭載された JavaScript のライブラリ、GrapeJS のビルダーが、あまりそんな、完成しているかとは言いづらい状況です。今このチームには2名ほどしか参加していません。ですのでですね、開発者のヘルプが今必要となっています。Slack のチャンネル grapejs-builder に、ぜひとも参加していただいてですね、新しい JavaScript のライブラリのサポートをしていただければと思います。もしも時間がなければ、経済的に、寄付をしていただいてサポートを、していただければと思います。こうすることで、開発者を雇って、プロジェクトを進めることもできます。そう、それではですね、もっと先、今先ほどはすぐ近未来を話したんですけれども、これから先はどう考えているかを紹介をいたします。まず最初にマウティックの、一番最終的なゴール、私が述べたことなんですけれども、ビジョンとしてはもう、フル機能搭載、そしてスケーラブルなマーケティングオートメーションが、スタンドアローンとしても他の、テクノロジーのスタックと一緒にですね、組織の上で、もう統合的に パーソナライズされたデジタルエクスペリエンスを、デジタルマーケッターと、そしてそのお客様に提供できるような、システムを提供したいと思っています。それにはどうしたらいいのか、3つの、キープロジェクトをしています。まず1つ目はマウティックのコアをもう本当に基本的なものだけにそぎ落として、そしてユーザーに必要な機能はをピックアップして搭載していくということ。マウティックは、すべての機能をすべての人が使いたいわけではありません。必要な、もしも不要な機能があれば、取り除けるようにするべきです。そしてそれをシンプルにすることで、バグの、とかも、考えなくてよくなったりとかします。そしてもう一つ、二つ目はやはりマーケターの人にマウティックが、MA としてファーストチョイスになるような、革新的な機能を搭載をしてしていきたいと。マウティックやはり2番煎じのような、感じのあるかもしれません。それを取り除きたいです。そして3つ目は、マウティックを素晴らしい、コミュニティがあるんですけど、それをもっと広めて、よりマウティックを世界中に、知らせたいと思っています。まず最初のマウティックコアのストリーミングライン化についてです。1つ目のこのゴールについては、まずインストール時にはユーザーが欲しいものしかインストールせず、そういうことでパフォーマンスを向上させ、不要な複雑なものを、取り除いてユーザーエクスペリエンスを向上しようということです。そしてコアチームはコアチームとして、フォーカスしなければいけないことだけをフォーカスして、残りはプラグインのチームが、プラグインを、メンテナンスするだけ。これをすることで、早く、早く開発をすることでもあるし、
あとプラグインは実はですね、今のマウティックのコアはコアのプラグインを一つ削除するだけでも動かなく壊れてしまうというような問題もあります。それを取り除いてですね、一つ一つのプラグインが独立して、動くようにすることで、またそれも、バグフリーな、機能システムになると思っています。それをするために、その知るために何をしなければいけないかという具体的なプランです。まずは一つはコンポーザーの導入です。私もこれを、コンポーザーを、フルリリースコンクリートマウティック4で、するためにプッシュしてました。このコンポーザーの導入をすることで、マーケットプレイスを、機能を、インプリメントすることができました。今は、このどのプラグインを必要か、マーケットプレイスから選択して、いるかつけてことができました。もしも、まだ試されてない場合は、マーケットプレイス試してみてください。ドキュメントもあります。次がディーカップリングです。つまり、不要な、いろいろな機能を、分離させて、ディペンデンシーを、なくす。そうすることで、ユーザーさんは自分の必要な機能だけを簡単に、インストールできる。初心者のユーザーは機能別に簡単なウィザードみたいなものでセットでインストールできるような機能を、追加したり、そして専門家の人はもう機能をハンドピックできるような、これら、したいと。これらの新しい機能はですね、来年の初めぐらいから取り組みたいと思っています。開発だけではなく、マーケティング、ドキュメンテーション、それらヘルプ必要になってきます。そして2つ目、次は、新機能、あとイノベーションですね。これは本当に私は個人的にもプッシュしたいと思っています。マウティックはもちろん基本的な機能もそうなんですけれども、やはりマウティックとして、マーケッターの人が欲しいと思うような、機能をですね、マーケッターの人にロードマップを示して、そしてそれを示すことでイニシアティブを取り、会社などからも貢献をいただく、コミュニティが先導してプロジェクトを進めていく、そういうようなことをしたいと思っています。なので、あとですね、これらの、新機能を追加するために、経済的にも、いろいろな、ファンドレイジングの、機会を作って、そして人を雇ってプロジェクトをできる、ような取り組みもしてみたいと思います。ということは、それにプラスアルファしてて、何かもっとクリエイティブな、その資金を募るというようなイニシアティブも計画をしたいと思っています。ということで、ロードマップについてなんですけれども、ロードマップはもうすでに、ウェブサイトに一部、公開して、そして定期的に、1年ごとに更新しています。これらを見て、会社コミュニティに参加している会社の人たちにですね、何か、新しい機能を追加しているか、ロードマップに追加するかということも、聞いて いたりとかします。また、コミュニティとして、バジェットの、共有、ファイナンスの共有などを、きちっとしたいと、オープンで公開をしていきたいと、したいと思っています。活動もしています。ファイナンスチャンネル、スラックにありますので、ぜひとも、コミュニティのファイナンス系に興味があれば言ってください。あと、キャンペーンライブラリー。
新しいユーザーさんがですね、どうやってマウティックを使えるか、キャンペーンのライブラリがあると使いやすいと思います。あともう一つ、リソースマネジメントの機能についてです。もうすでにですね、例えば、プロジェクトがあったとします。そのプロジェクトの中にすべて、そのプロジェクトのキャンペーン、E メール、フォーム、アセットをまとめて、管理ができる。そして、レポートも作れる。そういったような機能を、考えています。あともう一つ、アーカイブ。それをまとめてアーカイブできるような。これら、来年計画してます。開発者の方、募集しています。ぜひともよろしくお願いします。そして、コミュニティの成長についてです。コミュニティの成長のゴールについてなんですけれども、やはり世界中のコミュニティを、が成長してですね、しつつも新しいメンバーを、ウェルカム、常にウェルカムで、サポートするカルチャーを、キープをして、そして、貢献しやすいような、マウティックに貢献しやすいような環境を育てていきたいと思っています。マウティック、お互いに、大切に思えるような、まず一つはコミュニティ自体の、認知ですね、を広める。そして、貢献に参加するための、リソースを、より良くする。そして、長期にサポートしている、人たちにとっても、何か貢献もの、長く貢献できるようにするための取り組みもしたいと思います。それでこれらイニシアティブをしております。まず、マウティックを、プロモーションする。ぜひともチームがありますので、参加してください。あと、コントリビューターエクスペリエンス。このマウティックのカンファレンス、今日のマウティックのカンファレンス、今回のセッションがあります。どうやって参加をして、どうやって貢献をスタートできるか説明しています。あと、コミュニティ以外のアウトリーチですね。例えばこう誰にマウティックを知りたいのか伝えたいのか、マーケッターの人、ぜひともですね、興味があれば参加していただければと思います。そして最後にローカルのコミュニティです。もう最近やはりそのオフラインで会うことがだんだんと許されている世の中になってきましたので、ローカルのコミュニティをの活動をですね、カンファレンスイベント、現地でのイベント、ミートアップを増やしたいと思っています。ローカルミートアップを、始めたいという方、手伝いますので、ぜひとも声をかけてください。マウティックっていうのは、我々のものです。皆さんにができること、皆さんの助けがないとマウティックは成功しないです。まず一つ目、マウティックのプロモーションです。どうやったら、どういう助けをしていただけるか。マウティックのミートアップ、地元でマウティックのミートアップスタートしてみてください。やはりローカルでですね、マウティックを、知らせる。そして、そのオーガナイズすることにて自分自身もマウティックの知識を広めることができます。あなたがしていただくことは本当に場所を見つけるだけです。 meetup.com のアカウントも差し上げます。もしくはマウティックをいろいろなイベントで話してみてください。あと、もしも可能であればケーススタディ、事例紹介のマウティックピッチデックというのがあるので、マーケティングチームにもしもよろしければ、事例紹介、紹介できるような素晴らしい事例紹介してください。で、もう本当にマウティックで何を素晴らしい経験をしたことを共有してください、我々と。あと、マウティックについてのブログやチュートリアル、ベストプラクティスガイドなど、ぜひともいろいろな、
ものを書いて、いただければと思います。どうやったらマウティック自身に貢献できるのか、紹介します。オープンソースフライデー、これ今まで、今何回も紹介してますが、毎週金曜日一日中、タイムゾーン関係なしにオープンソースフライデーというものをやっています。もしもですね、上司とか、いらっしゃれば、自分が上司であれば部下にですね、オープンソースフライデーに参加するように言ってください。もっとマウティックに貢献をしたい、それよりももっとマウティックに貢献したいと思えば、タイガーチームと呼ばれる、エリアにフォーカスしていろいろ新機能を追加しようというチームがあります。それにも参加してください。もしも最後にもしも可能では 1週間のうち1時間2時間カレンダーで、マウティックに貢献するような時間を決めて、追加してく、貢献してくれませんか。私も忙しいんですけれども、その時間を、作って、カレンダーに作って貢献を したりと思います。これらがですね、ジラにあったいろいろブレインストームした貢献の仕方を、クラウドタグにしたものなんですけれども、いろいろなことで貢献できますと。そしてもしもマウティックのサポート、人的時間的なサポートが、ないという方はですね、経済的にサポートもしていただけることもあります。例えば、定額、月に定額で、金銭的にサブスクのような形で、オープンコレクティブや GitHub スポンサーズなどを通じて、サポートしていただけます。あと、プロジェクトやイニシアティブやバグフィックスに関して、スポンサーになっていただく。あと、イベントのスポンサーや、その、イベントの、主催する、話す、こういうことも、重要になって、こういうこともできます。オンライン、今回もオンラインの、イベントをするときにちょっと大変だったんですけれども、ただ、オンラインで開催することによってビザの問題、トラベルの問題しなくてよかったこともあるので、こういうことを、やっていきたいと思いますと。最後にですね、マウティック5、すぐに、もうすぐ、来ますと。これらの、イニシアティブ2022年から3年はこの6つのイニシアティブをしていますと。ぜひともこれら興味があるところに参加していただければと思います。ということで、私の、何か質問があればですね、ぜひとも Q&A とか、いろいろ参加、言ってくれればと思います。ということで、マウティックアップデート以上となります。ありがとうございました。はい、ということで以上マウティックアップデートをお送りいたしました。拙い同時通訳となりましたけれども、以上となります。それでは遅れましたが次のセッションに移りたいと思います。ありがとうございます。